今日は将棋界のニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。将棋の日浦一郎八段、鼻出しマスクで3回連続反則負け。先日、鼻出しマスクで反則負けになったことにより話題となった将棋の日浦一郎八段、56歳が、またまたマスクから鼻を出したまま対局し、公式戦で3回連続の反則負けになりました。それを見て日本将棋連盟は7日、日浦八段に対し、懲戒処分を検討する方針を明らかにしました。日浦八段はこの日、名古屋市中村区の名古屋将棋対局場で指された、第81期名人戦 C 級1組順位戦において、またまた鼻出しマスクで対局に臨まれました。立ち会人は、その後再三の注意を行いましたが、日浦八段は全く応じようとしませんでした。それにより、日浦八段は反則負けとなってしまいました。これにより日浦八段は、3回連続で鼻出しマスク反則負けとなります。日浦八段は、規定には、マスクの着用方法についても記述はなく、感染予防効果の科学的根拠もない。と話しています。昨年2月に施行された臨時対局規定では、新型コロナウイルス対策として、健康上の理由がある場合を除いて、対局中は、一時的な場合を除き、マスクを着用しなければならない。と定めています。将棋連盟は同日、日浦八段はすでに直近2回の対局で同様の反則負けとなっており、円滑な対局運営に支障が生じていることから、当連盟は、今回の対局に先立ち、書面と面会にて、臨時対局規定に基づき、対局中は、正しいマスクの着用を行うよう、強く要請しておりました。しかし、日浦八段がこれを受け入れず、再度反則負けという結果に至ったことは、誠に遺憾です。連盟の規定にのっとって、臨時委員会を速やかに招集し、規定に基づく懲戒処分の実施も含め、厳正な措置を講じる考えです。とする文書を発表されました。日浦八段は、将棋連盟の佐藤康光会長に対し、鼻が出てるからお前も負け。そんなくだらない団体、潰れた方がいい。と伝えたそうです。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。日浦八段の件は、もう少し穏便になんとかならないか期待していたので、残念です。団体潰れればいい、は将棋ファンもがっかりです。若い藤井竜王があれだけ頑張り、将棋界を盛り上げてる中で、この人は何と勝負しているんでしょうか？意固地になっても追い風にはならないと思うけどな。棋士は棋譜を残すのが使命ということを忘れてはいけない。将棋指すべき。対局に水差すのは違う。マスクの効果云々の話関係なく、ルール知ってて同じ失敗を繰り返してるのって残念な人。確かに、対局中のマスク着用はもう見直してもいいとは思いますが、事実上対局を拒否する日浦八段の行為は、棋士にあるまじき振る舞いです。ノーマスクを望んでいる棋士は他にもいると思いますが、日浦さんと同類視されることを恐れて主張しにくくなってしまい、誰も得をしない状況になっていそうで悲しいです。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。